皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はザ・キング・オブ・ファイターズ15のファミ通紹介をしていきたいと思います。オープンベータテストに登場するのはこの8名、参戦キャラクターを紹介します。シュンウェイ、キャラクターボイスは大原隆さんです。幻影の手を操作してダイナミックな攻撃が使えます。ジャンプ後に使用できるスラスタービジョンは空中から攻めることが可能です。必殺技はどれもシンプルで初心者でも扱いやすいです。続きまして、草薙涼、キャラクターボイスは前野智明さんです。荒絡みや毒絡みといった接近戦に特化した格闘スタイルを持ちます。2つの必殺技はコマンド入力追加で、さまざまなコンボエットを派生させることが可能です。ガンガン攻めるような戦い方をしたい人におすすめです。ドロレス、キャラクターボイスは海田優子さんです。奇抜な攻撃モーションと性能を持つキャラクターで、ハファソンハブラとハファソンハルフィーは入力したボタンによって地面から出る攻撃の位置が変化します。プルジュはガードできない投げ技で敵の防御を崩すのに使えます。八神伊織、キャラクターボイスは星野貴則さんです。遠距離から攻撃できる飛び道具に加え、強力な近接必殺技や投げ技を完備しています。どの間合いでも有利に戦いやすい特徴を持ちます。ゲージを消費して繰り出すエキストラ版の青川は最後までヒットさせると吹き飛んだ相手に追撃が可能です。神楽千鶴、キャラクターボイスは大原さやかさんです。分身を出現させて舞うように戦うキャラクターです。同じ必殺技でも押すボタンによって技終了後の自分の立ち位置が変化するのが特徴です。コンボには天神の断りや極強の秘音ですかね、などを組み合わせるとダメージを与えやすいです。七ヶ瀬八代、キャラクターボイスは浜岡圭介さんです。オロチチームは過去作に登場した時とほぼ同じ使い心地になっています。八代は近接戦に特化したキャラクターで、近距離用の必殺技が豊富に揃います。キックの通常技はリーチが長く牽制に使いやすいのも過去作を踏まえています。シェルミー、キャラクターボイスは瀬戸エリナさんです。見た目に反しダイナミックな投げ技を複数持ちます。アクセルスピンキックはエキストラ版をヒットさせると相手が浮き、シェルミークラッチやシェルミーショック、シェルミーエクスポジションにつながるコンボの要となる技です。クリス、山崎瑠衣、素早い移動から連撃を叩き込むスタイルで戦う、空中から奇襲するグライダースタンプや高速移動するスクランブルダッシュで相手を翻弄します。ディレクションチェンジは相手のガードを崩しやすい投げ技となっております。とこの8名ですね。というわけで今回はこの辺で、ザ・キング・オブ・ファイターズ15のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。